おはようございます。おはようございます。今からあるところに向かいます。見てください、この荷物。空見せてあげて。相当まだ暗いから。6時ぐらいですね、朝の。ということで、向かいましょう。さあ、どこに行くでしょう。福岡、石垣、与那国、大阪。一回ジャンプしますか、東京。ジャンプするか、まあまあ、また海に落ちるよ。嫌だ。いや、飛んでみて。人と飛ぶか、一回。一旦飛ぶか。お前、こっちで飛んだら、一回の水槽の中に落ちるやつが。せーの。ということで、こちら。与那国島に来てます。与那国島着きました。クブラ漁港か。ということで、早速企画を発表していいですか。お願いします。はい、所持金10万円で、はい、100キロ釣り上げようのコーナーですね。コーナー。所持金10万円以内で。そうです、所持金10万円以内で100キロの魚を釣り上げると、合計ね、はい、で、所持金ゼロだったら即終了と。なるほど。はい、そういうことです。焼き肉行こうぜ。経費が10万しかなかったんですよ。焼肉行こうぜ。すごいあるだろ。結構あるように見えるさ、うん、すぐなくなるから。うんだー。うんついてる。うんちゃん。ということでね、まずは宿を探しですね。もうちょっと安いところ泊まった方がいいんじゃないの。そっから一番安いところ一回調べてみるか。宿で、宿で調べて。宿いっぱい出るから。あ、出た。アイランドホテル、与那国。まあまあいいホテル。一泊14,000円。高っ。260円。2泊しかできんで、多分。けど2泊ですればいいんだろ。2泊で10キロだよ。あ、100キロだよ。うん、そうだよ。1日50キロ。あー、頑張るときついな。頑張らんとな。頑張らんとっていうか無理だろ。多分あの漁師だろ。寝泊まりして2泊とも、うん、1回もベッドで寝れないと思う。民宿ティーダン10,000円。1人。2人で。お、2人で。あ、じゃあ5,000円ぐらいか。うん、待ってけ。モスラ。モスラ、モスラ、モスラ、モスラ。モスラっていうとこが1泊3,181円。安っ。1人3,100。うん、安っ。3ペソ、はい、1泊2,500円。お、安い。2,500円。めっちゃいい。2,500円。安いんじゃない。安い。一回見てみる。見に行くか。うん、見に行ってみよう。25。じゃあ三平層に向かいます。三平層到着っすね。で、ついでにレンタカーを借りました。はい。レンタカーいくらだっけ。5,000円。ついに2万なくなりそうやん。そうだな、2,500円かける5だから。うん、17,500円か。ついに2万なくなりそうなんですけど。なくなりそうではあるな。ここっすね。いいね、なんか雰囲気高いとこにあって。じゃあ、あっち海見える。海も見えるし。はい、ちなみに三平草はなぜ三平草って読むでしょうか。え、三平さんがやってるから。これ、こっちの芸人さんの。これじゃなくてもいいけど。死にそれは言いたくなかった。それは言いたくなかった。それは言いたくなかった。三平ですの人。それ言いたかったの。言いたくなかった。それは言いたくなかった。正解は釣り口三平から来てるみたい。へぇ、そうなんだ。だから釣りが大好きなんですよ。ほら、さっき聞いたね。すごい。GT 上がってきた。31キロ。すごっ。マジでかいんだけど。石垣台 5.1。 でかっ。なんか書き直してるな。でかいっすね、5.1。でかい。で、101、ここ畳、足最高。すごい、しっかりしてる。4畳半ですね。これで2,500円か。いいね。いいじゃん。死にやすい。はい、荷物移動。移動してきました。こんなキャラ。しかし。じゃあもう早速、じゃあ次はポイントを見てくるか。はい。
はい、釣りポイントに移動しました。はい、前回ね、ここで釣りしたんですけど、気泡です。強風12メーターだけ。爆風っすね。12メーターです。音がすごい聞こえてます。で、どうなってるかというと、やば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 、風強っ。あ、砂だ、砂が飛んできてる。いたほら、見える。やばこれ、危ないぞ。これ釣りならんな。もうできなくない？やべえ。白波マックス。やばいな。あ、やばいな。あんなによ。やばい。体が壊される。これ船も打ち上げられたらいいか。違うと思うけど、これは。これやってますね。風やばいな。どうしよう。一旦作戦会議しますか。どうしますか。風裏とかも見て。あ、一回考えて。ご飯食べに行きますか。まずは。そこで作戦会議しましょう。やったー。で、レストラン。とんかつ定食、カツカレー。カツカレー食いたいとこだけど、カツ丼にしようかな。はい、ハロッキー。長命草のザルそば。見て、登場人物全部緑。わさびも、わさびから何から。中も緑。美味しそうだな。そうけど。いただきます。味は調味噌の味するんですか？いや、そんなにしないっすね。美味しい。香りがすごい。食べますか。食べましょう。いただきます。うまい。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかったです。あとが美味しかったです。じゃあ車で作戦会議しましょう。はい、こちら今地図見て開いてるんですけど、はい、北風ですよね。今北風ですね。なので、だから釣りするとなったらこの南側、下の方ですね。下の方、まあ、ちょっと風強いんでルアーで。ルアーで、はい、あ、じゃあ逆にルアーは飛ばせるんで。追い風なんで。追い風なんで結構飛びますね。飛ばせる、距離出ますよね。出るし。じゃあとりあえず南の方に向かいますか、はい、ちょっと場所探しながら。はい、行きましょう。 K です。 K、 はい、バンバンです。ひっちゃんです。森です。何なの？こうちゃんです。森森です。ポイント今移動中です。で、全然ね、シーラでそう風あるだから波が立ってない。白波が。本当だ。え、めっちゃ普通に歩いてんだけど。普通に歩いてる、ね、あれ、めっちゃいるじゃん。めっちゃいるじゃん、こいつら。普通に出してないからよ。かわいい。かおちゃんもいいやつ。金城さんですか。めっちゃお腹パンパンじゃん、こいつ。めっちゃ好きな馬選んで、あの、夜中にハイするか。夜中にハイ。あー、かわいい。こんばんは。かわいい。お腹パンパンで、子供いるんじゃないこれ。あっちにも。てか全部じゃないっすよ、うん、泣いてない。あ、うんこしちゃった、うんこしちゃった。なんでうんこしちゃった。でかっ。いやいっぱいいる。いや、こんな。しかもみんなデブだよ。みんなデブだよ、これ。うわ、あ、こっち見た。これでかっ。お腹パンパンじゃん。見て、お腹パンパン。全部子供いるんじゃないかって疑いたくないな。いっぱい来たんだけど。あんなにいるか。これ夜殴りでしか見れないな。かわいい、これかわいい、こいつ。なんか、はい、ポイントつきました。海はこういう感じです。見て、めちゃめちゃすごい。すごい深いな、こっち。めちゃ深い。やば、興奮しますね、これ。これはドキドキする。じゃあ早速投げます。はい、大円筒第1投目お願いします。はい、モーリーさんも合流しました。はい、はい、次にハールーさんの登場です。ハールーさん何しに来たんすか。イカ釣りすか。うん、頑張れ兄貴たちよ。こっちに規格外のタックルを持ってきた人がいた。早速なんですけど、何狙いっすか。青物
たらいいな。確かに、でかっ。なんすか、ハウルさん。来て、ここ魚がいる。しかも、まあまあ大きい。こんなところにいるわけないじゃないですか。魚いるんじゃない？うん、ちっちゃいのがぼちぼちいる。普通小さいさ、これ。はいはいはい。来て、ここ超細かいのはいっぱいいるんですけど。はい。見て。おかしいだろ、魚がいるっていう。これおかしすぎだろ、この光景。しかも生きてるよね、多分ね。生きてる、目キョロキョロ動かしてる。石見栄えだ、しかも生きてるって、すごー。いきまーす。でかっ。おー、びっくりした。やばー、すごっ。すごい、ビビってますね。こんなところにいるってのがびっくりなんだけど。しかも俺も今びっくりしました。結構いいサイズ、これ。いいサイズだよね、これね。じゃあ、その人はー人はお、お、なになになに、なんだこれ。せーの、どん。おじさんでかっ。おじさんでかっ。でかっ。おじさんでかっ。綺麗に食ってる口。本当だ。嬉しい。超綺麗。でかすぎだろ。やった、いいサイズ。ナイスサイズ。ルアーで釣れて嬉しい。はい、夜中に一発目。おじさんです。でかい。しかもこれ泳がせして。マジ泳がせたい。でかい、このおじさん。泳がせして。はい、サイズの方はドン0.38g。 380g です。ありがとうございます。ありがとう。そしてバトンタッチ。はい、ポイントついたら、ついた瞬間にもうモーリー猛ダッシュしてますね。どんだけだよっていう。カメラも持たずに猛ダッシュ。これプライベートのやつでしょ。これプライベート釣りしようとしてる。で、ちなみになぜ走ってるかというと、あっちナブラが来てるんですよ。パシャパシャ見えるかな。とりあえず俺はここからカメラマンでモーリーを追っかけます。さあ、ポイントつきましたよ。早速投げてます。ほらほら、パシャってんのか、あっちパシャパシャ魚が飛んでるんですよ。ほらほらほら、見える、パシャパシャしてるの。ほらほらほら、パシャパシャしてる。ほらほらほら、パシャンってなってるさ、あっちパシャンってなってるさ。これすごいな、ここ。左側。いいいい。あ、と、あ、おお、食うかも食うかも。おっしゃー。なんか追っかけてる。おまちおまちおま。でかいでかい。おお。あのヒットこれってやばいやんね。やばい。あ、もう一個もらってないか。でかいな、これ。こんなビール見たことある？重そう。いい重そう。やばいやばいやばい。やばい、あいや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 い